シュトモシチャンネル。理科の解説動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい、では理科なんですけれども、理科の、まあ、平均点がですね、44点、はいはい、100点中ですけどね、うん、いうことで、まあ、半分切ってしまった感じなんですけども、理科は立石さんどうですかね。まあ、四角1四角2は、まあ、知識問題がだいぶ入ってきて、うん、で四角2番の結構ね、深いところまで聞かれてるなと。本当に知識をしっかり持ってないと解けない問題が多かったかなと思うんですよね。はい。ただ、四角三方で、問題で、やっぱりグラフの読み取りが、今回、しっかりグラフを読み取ればできた問題っていうのがあったので、そこの辺で差がついてしまったかなっていうところはありますよね。そうですね。はい。なので、四角三だと、四角三のカッコ7ですかね。カッコ7の、この問題は、少し解けてもよかったかなって思うんですよね。たくさんの括弧7番は 35g のチルールの加熱して完全燃焼させると燃焼後の重さは何グラムになりますかっていうところで、しっかりグラフの読み取りで、まあ、燃焼前の重さと燃焼後の重さ、だから燃焼後の重さが重くなるよっていうことが分かって、じゃあその、っていうんですかね、費用何対何かっていうふうにしっかりと分かれば解けた問題かなと思うんですよね。そうですね。ここはあれですか、偏差値決歴と結構分かれてますかね。まあ、そうですね。まあ、括弧7番に関しては、はいはい、偏差値ですね、まあ、60以上と、はいはい、60未満のところがやっぱり境目になってまして、あ、はいはいはい、60から64の正答率、偏差値の方の正答率が 61.2、はいはい、で、55から59の、受験生が 45.6 って、はい、まあ、ここで半分以下の正答率になるので、はいはい、ここで差がついてるなっていう問題ですね。そうですね、うん。だからヒントとしては、このグラフのところに、黒丸のところがあると思うんですよね。はいはいはい。ここは、ちゃんとその、縦軸と横軸の、このラインが揃ってるところに。そうですね。うん、ここに気づくか気づかないかっていうところですよね。そうですね。うん。なんでここに黒点が打ってあるんだろうって、ちょっとこう、気づいた子たちは解けたけど、うんうん、ここをうまく活かせなかった受験生が多かったんじゃないかなっていう。そうですね。だから18と14でしっかりとね、できてるっていうところですね。うん、そうですね。はいはいはい。まあ、ここは、で、分かってると、もう少し点数が良かったかなと思いますけどね。あとね、もう一つは四角4になりますかね。そう、四角4。グラフ、ここにもグラフが出てくるんですけど。そう。カッコ5番ですよね。カッコ5番は、これ、グラフで途中からのグラフになってるんですよね。そうですね。だからバネの長さをそのまままっすぐに正比例なんで下ろしていけば6センチだなってわかると思うんですよね。はい。だからここは線を引っ張るだけで問題が解けた。まあもちろん情報を獲得する力も必要なんですけれども、やっぱりそこは思いの重さってところでゼロアップだなって気づいていただければ解けた問題かなと思うんですよね。これあれですか、ここもやっぱり違ったりとかするんですか。そうですね、ここも違ってます。まあ、全体の正答率から見るとですね、ここ、まあ、全体の正答率が 44.6%。はいはいはい。で、誤答率も 34.8% っていうことで、うん、まあ、ほとんどの人が、まあ、問題を解いてる問題にはなってるんですけど、うんうん、どこで差がついたかっていうとですね、まあ、ここは、偏差値55ですね、うん。ここのところでラインがこう分かれたかなというところで、うん、偏差値55から59の受験生の方が 65.9%、はいはい、まあ 66% くらいですね。で、それに対して50から54の
受験生は 49.5 っていうところで、ちょっと半分が切れてくるっていうところで、ここに差がついたかなっていう問題になりますね。はいはいはい、そうですね。なんかこの辺ができるといいかなと思うんですよね。そうですね。まあ、この辺がグラフの読み取りというところですかね。四角2の括弧6も、これ、非常に正答率が低いと思うんですけれども、そうですね、ここも、まあ、単純な計算で本当は終わるはずなので、ここはもう一回見直しをしておいた方がいいかなと思いますよね。そうですね。うん、ここは取れてもいいところじゃないかなと思います。うんうん、文章に沿ってこう計算していくと解けていく問題なので、うん、まあ、全体の正答率がですね、ここは非常に低くて、そうですよね、うん、6.9%。ただし、誤答率が 53.4 っていう問題になってるんですけどね。模試で使うならば、本当に知識問題、知識問題として覚えていて、こういう計算式とか、こういうふうに解くんだなっていうふうに思っていくと、理科は結構、成績が伸びたりしますよね。あ、そうですね。うん、ただ、まあ、この全体の正答率の 6.9 っていう数字を見ると、これ解かなくていいんじゃないかなっていう問題に見えるんだけれども、そう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 、ここ、でもここは実は解ける問題。そうなんですよね。うん、だったっていうところで、うん、もう一回ちょっとここは復習しといてほしいかなと、うん。こういう計算問題が解けると、だいぶ本当に中学入試の段階では少し、ある程度計算ができる点数が伸びやすくなるかなと思いますよね。そうですよね。まあ、最近社会でもね、割合の計算問題とか出たりしますけど、まあ、意外とそういう理科とか社会とかの計算問題っていうのは結構差がついてる問題になるので、まあ、ここをしっかりと取れるようにしていくことで有利になる可能性が高い科目かなという気がしますね。まあ、なので復習をちょっとやってみて、どこが解けたかなと、あ、本当だったらここ解けたんじゃないかなっていう問題を見つけ出すみたいな感じの復習の仕方をすると、ちょっと受験生の子たちもちょっと楽しんでね、うん、復習してくれるんじゃないかなって、うん、ちょっと取り組んでもらえればなと思います。では理科の、解説動画を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。